今日は黒島結菜についてジャーニーさんが話すみたい。私は警告に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。放送前から叩かれている平野版クロサギあるでしょ。外野から不満の声がすごいね。どうしてあんなに不満が多いのかしら。きっとみんな仕事や家庭のストレスを溜め込んでいるからだよ。それがクロサギへの不満につながってるわけね。醜いわね。平野と黒島のコンビは大変そうだね。でもこれはチャンスよね。どうして。今回黒島はかなりの入れ込み具合なのよ。どんな風に入れ込んでるの。黒島の役は本編の後半から霊媒師として活躍する予定なんだけど、その霊媒師役へのアプローチがやばいのよ。どうやばいの。平野は旧統一教会の幹部でしょ。平野にお願いして旧統一教会の入信説明会に参加したのよ。なんでなんで、全然わかんない。霊媒師ってだけで宗教に頻度があると思ったのは浅はかというか愚かよね。思ったよりひどいドラマになりそうだね。黒島は朝ドラのちむどんどんの汚名を返上しようとして必死なんだよ。じゃあ今回のクロサギは詐欺師と霊媒師が恋するドラマってことだね。やだ、おっさんのパンツよりペラペラの内容になりそうね。黒島は霊媒師になる前に劇中で殺されて降板するかもしれないね。